盛岡をホームに迎えて J3 の開幕戦です。前半立ち上がり5分、盛岡のこのボールバーに当たってこぼれたところを梅内のシュート。オープニングゴール、今シーズンの開幕ゴールは梅内のこの右足から生まれました盛岡です。そしてそのわずか2分後です。大きな展開からその先制ゴールを挙げた梅内、ここから中には2人います。ここからクロスを上げるかというところですが、このままゴールに吸い込まれました。2点目、技ありのシュートが決まりまして2対0。立ち上がりに大きな2点が入りました盛岡。一方のガンバ大阪 U23、 アディショナルタイム前半、このシーン、初瀬のクロスに飯野ジャストミートできませんでした。結果前半は2対0でグルージャが2点をリードして折り返します。そして後半です。まずは後半の18分、盛岡2年目の山田、このシュート惜しいシュートでした。ガンバは後半の21分です。この森の粘り、そしてこの位置で飯野右足、飯野の1点目、2対1、1点差に詰め寄ります。この目の覚めるような切り裂くシュートが入りました。そして後半の34分です。このワンタッチプレーからこぼれたところ、19番の一味が同点ゴール。この瀬能のシュートがポスト、惜しいシュートでした。そこをしっかりと詰めて一味のゴールです。2対2。さらにもうこの辺りはもうリズムはガンバでした。後半から入ったこの福田が躍動します。さらには瀬能のクロス、落としたところ一味のシュート、しかしこの連続シュートは守護神の土井、立ちはだかります。2対2の同点で終盤を迎えて、さあこの盛岡の谷村のシュート、このフリーキック惜しくもポストの左でした、この表情。そしてその後このカウンターです。飯野1対1、練習してきたこの1対1という話がありましたが、しっかりと沈めました。瀬能のこのいいボールからルーキーの太田をかわしてのシュート、3対2。ガンバ大阪 U23 が開幕戦白星スタートを飾っています。